少子高齢化が急速に進む日本。このままでは2050年には人口が1億人を切ると言われています。それに伴い農業、林業、漁業の就労人口も減少し、地方産業が衰退するなど、さまざまな課題が顕在化しています。こうした日本の課題を解消し、地域コミュニティを活性化させるユニークな取り組みがここ西東京市で行われました。西東京市は静かな住宅街が広がる東京都心のベッドタウンとして発展してきた街。駅から少し離れれば田園風景も広がるこの街で、農業と福祉を連携させ地域を元気にするユニークな取り組みが進められています。今日は地元の農家の方に協力をいただき、地域のお年寄りや障害者の方を対象にした農福連携事業として冬野菜の収穫イベントが開催されました。みんなが植えたあのほうれん草と小松菜と、それをちょっと取りましょう。根っこ、土の部分だけこれでハサミでちょきちょきって切ってください。もともとは農業を盛り上げようということから始まっていたんですけれども、その高齢者が関わってくるとか、高齢者が関わってくると私たち障害者の団体も関わりたいとか、あと市民の健常者って言われるような方々とかも一緒にやりたいということで、今福祉とか農業とかこだわらず、それぞれがそれぞれのニーズに合った、その何て言うんでしょうね、農に関わる農地を中心にした触れ合い、市民の触れ合いの場所という感じでイベントを立ち上げています。こんにちは。ちょっと足元気をつけてよ。東京で暮らし、土いじりや外出の機会も減るお年寄りや障害者の皆さんにとって、農業体験はとても貴重なイベント。地元の農家の方が丹精込めて育てた野菜をみんなで収穫しました。すごい。山口さん、こっち見て。あれ、1本しか取ってないですから、ね、そうだね。すごい。ね、そっちの方太ってますね。重たいです、ね、重たい。みんなで野菜を収穫した後は、農家の方がほうれん草をおひたしにして参加者に振る舞っていただきました。おいしい。食べた。幸せ。だからほうれん草買った時も、こうした地域を元気にする活動の一部は、西部信用金庫が販売しているエコ定期預金という金融商品で支えられています。お金を預けたお客様が受け取る利息の一部と、さらにそれと同額を西部信用金庫が拠出し活動を支援する、まさに預金者と地域金融機関が一体となった全国でも珍しい取り組みなんです。農家の方々の高齢化に伴う、作業負担、福祉の方々の作業場所がどうしてもないものですから、そういった作業場所の提供と、両者にとってウィンウィンになる、活動だと考えております。西部信用金庫としましては、今後ともこのような活動の取り組みを、支援してまいりたいと思います。平成20年からスタートしたこの仕組みは、すでに90以上の団体を支援しています。この事業がきっかけで、農地を中心にして福祉とか町を盛り上げたいとか、そういう人々が関わってくることによって町づくりをしていこうということになっていて、それが結果的にみんなで自立した町にしていこうっていう、そういう活動のきっかけになればいいなと思ってます。地元の農家の方に協力をいただきながら、地域住民を巻き込んだコミュニティを育む取り組み。こうした地域を笑顔にする取り組みが全国に広がれば、日本ももっと元気になるかもしれませんね。